どうも皆さんこんにちは、ピーマンピザです。今回はですね、面白いニュースがあったので紹介したいなと思います。デスティニーという去年発売されたゲームであるんですけど、そこの地球穴ってご存知でしょうかね。私もちょっとやってたんですけど、敵が無限湧きして、まあそれを倒すことによってこうアイテムがザクザク手に入るっていう、そういうものがあったんですけど、それをねオマージュしたものがこのダイングライトにあるということで、早速行ってみたいと思います。この先にあるみたいですね。どんな感じになってるんだろう。ここがそうらしいんです。ここだと思うんだよね。でゾンビがお、ほらほら出た。Your Destiny is to なんちゃらなんちゃらかんちゃらってね。あ、アイテム発見。いましたね。で、こいつらを。倒す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 。よし、もう一匹か。スタミナがない、スタミナが。オッケー。さすがに無限湧きってことはないだろう。オッケー、首が切れた。ふいふい、ほい、いって、やべ、やべっち、すごい、ナイフ強いぞ。ちょっと待って、めっちゃ出てくるな。本当に無限とかないよな。やばいぞ。ちょっとずっと出てくるな。サーチ、お金が入ってた。キックにダメージはなさそうだしな。ほい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 、ほい、オッケー。また出てくるね。まだいるの？ちょっと直すか。やべ。ちょっと直す暇がないか。オッケー、直った。よし、あとはあの2体だけかな。よし、まだいるな。まだいるね。もう一匹こいつで出すんだ、多分。どこ行った？よし。うん、まだいるね。ちょっと言い過ぎじゃないかな。いたいたいた。まだいるね。
まだ生きてる。出たパッチ 1.02 ということで、まあ、デスティニーのパッチで 1.02 のパッチで修正されましたっていう、まあ、小ネタが挟まってくるんですね。まあそんな、ね、これが日本語版で言うとどういう風になってるかちょっと楽しみなんですけど、よかったら皆さんも探してみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。